ルドビコスカルフヨッテイはイタリア出身のレーシングドライバー。イタリア王国ピエモンテ州トリノで生まれる。祖父はフィアット社創設時に出資した9人の一人であり、父も働きながらミッテミリアに頻繁に出場し、1932年には総合3位の戦績を残している。そういった家庭環境もありルドビコも早くからレースを目指し、1956年のミッテミリアでは、 フィアット500に乗ってクラス優勝を果たしている。フェラーリに認められ、以降はスポーツカーレースを走るようになる。1962年にはヒルクライムヨーロッパチャンピオンとなり、1963年のルマン24時間レースではロレンツォ・バンディーニと組んで優勝を果たした。モンツァサーキットで行われた1966年イタリアグランプリでも優勝し、フェラーリで イタリア GP を制したイタリア人ドライバーとしてはアルベルト・アスカリに続いて二人目となった。1968年6月8日ヨーロッパヒルクライム選手権第2戦のロースフェルト・アルペン山岳賞で自己死した。ありがとうございます。